ジェイミー・スペンサーはイギリスを拠点とするフリーの騎手である。出生地はアイルランド・ティッペラリ県。現在はニューマーケット大住。父のジョージ・スペンサーと妻の父のリンダ・ラムズデンは共に調教師である。1996年、アイルランドのリアーム・ブラウン旧者の見習い騎手となり、5月11日にダウン・パトリック競馬場で騎手として初勝利を挙げた。 1998年、アイリッシュ戦ギニーをタラスコンに帰場して制し、当時17歳で G1 競争及びアイルランドクラシック競争初勝利を挙げた。2000年、トエし、ルカクマーニ旧社の主戦騎手となる。2004年、エイダン・オブライエン旧社の主戦騎手をマイケル・キネーンの公認として務めるために帰国。この年はアイルランドで361戦93勝。 約208万ユーロ獲得し、初のアイルランドリーディングジョッキー及び、獲得賞金1位となる。さらにこの年のジャパンカップに出走するパワーズコートと共に初来日を果たし、中央競馬初騎乗となった同競争では8番人気で10着だった。2005年、再びと A し、フリーの騎手として騎乗し、イギリスで180勝を挙げて、イギリスリーディングジョッキーとなる。 ありがとうございます。